アクアドラゴンの育て方を一緒に確認していきましょう。アクアドラゴンを育てる準備は整いましたか？新たな命が素晴らしい生活をスタートできるよう、観察キットのセットアップと育て方を順に説明していきます。まずは付属のクイックスタートガイドを確認しましょう。アクアドラゴンの飼育責任者証明書にサインをしたら、ガイドは必要な時のために大切に保管してください。それでは、アクアドラゴンの卵から見ていきましょう。付属のエッグパウチには塩と卵が入っています。卵は冬眠のような休止状態で孵化する時を待っています。卵が水に触れると孵化が始まります。350から 380ml の飲料水を準備しましょう。炭酸水や水道水を使うのはやめましょう。エッグパウチ1袋分をすべて水槽に入れ、塩が溶けるように優しく混ぜましょう。育て始めて最初の1週間、アクアドラゴンが最も温度に敏感な時期です。水温は17から30度になるように管理しましょう。暑くて日差しが強いとき、直射日光が当たらない明るい場所で水槽を管理してください。日差しが弱く寒いときは、できるだけ日当たりの良い場所に水槽を置きましょう。卵が受ける光の量は孵化に大きな影響を与えます。水槽内部の温度管理には気をつけましょう。卵は水に触れるとすぐに孵化が始まります。次の日には小さな白い点が元気よく動いているのが見えるかもしれません。運が良ければアクアドラゴンの赤ちゃんが卵から顔を出す瞬間に出会えるかも。虫眼鏡でよく観察してみましょう。新たな命が誕生したら次に育て方を確認しましょう。卵が孵化した次の日から付属のスプーンを使い餌を与えます。アクアドラゴンの数が多いときは2日に1回スプーン1杯分の餌を与えましょう。数が少ない場合は餌を与える回数を減らします。アクアドラゴンの数に合わせて餌の量を調節することが長生きするための大切なポイントです。餌が残っていると水が濁ってくるので、このようなときは一旦餌やりをやめましょう。水が透明になってから再度餌を与えます。水槽に酸素を送ることも忘れてはいけません。別の容器に水を移して水槽に戻したり、付属のスポイトを使ったり、毎日新鮮な酸素を供給してください。スポイトを使う場合は、水と一緒にアクアドラゴンを吸い上げないように気をつけましょう。水槽の底に沈殿物がたまることがあります。取り除く必要はありませんが、掃除をする際は付属のスポイトを使いましょう。この時、同量の水を加えることを忘れないようにしてください。沈殿物を吸い上げるときは、次世代の卵も取り除いてしまうことがあるので気をつけましょう。アクアドラゴンは光が大好き。強い光に照らされるとより活発になります。光のある方向に近づく動きを正の走行性と言います。懐中電灯で照らすとどう動くか観察しましょう。アクアドラゴンが健康で長生きできるよう、水槽は暖かく明るい場所に置いてください。1ヶ月もすれば、赤ちゃんの段階から成魚へと成長します。オスとメスの違いを見分けたり、名前をつけたり、愛情を持って育てる中で、ライフサイクルの様々な段階を観察していきましょう。アクアドラゴンの成長段階や体の作りについては、クイックスタートガイドをご覧ください。さあ、眠りから覚めた太古のロマンを君の手で大きく育てよう。